何乗っけても美味しいからね、うん、そう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 、うわシャーンショルセッセシャーン。今回はですね、私ヨイがなかなかのなかなかさんなんですけども、その時に一番食べたいの冷ややっこじゃない。冷ややっこって皆さんどうやって食べますか。だいたい生姜と小ネギとお醤油で皆さん食べてるじゃないですかね。で僕はね、この冷ややっこの食べ方ぜひやっていただきたいっていう冷ややっこの食べ方がありますんで、今回はですね、お醤油食べないですね、最高に美味しい冷ややっこ、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、もう簡単、豆腐、コンビニで売ってるのは 150g の3連パックのやつ、長ネギ大体 20g、8cm ぐらい、シラス 20g、 あと海苔ですね、刻み海苔、こういうのありますから、これ、あとはこれもう今言っちゃいますけども、昆布茶とごま油でできますんで、詳しい分量は概要欄チェックしてください。はい、ということでですね、今回はですね、究極のネギ塩やっこっていうやつなんですよ。僕は飲んでいくんですけども、飲んでいくために今日はちょっと強力なね、助っ人をね、用意しました。じゃあお願いします。なんですけど、3軒目なんですけど、はい、いいですか。大丈夫です。あ、本当ですか。大丈夫です。はい、乾杯。乾杯。お姉さん小雪です。はい、今日の小雪が飲みたいんで家族を呼びました。ということで今回はネギ塩冷ややこ、ネギ塩冷ややこ、うん、今回はちょっとね、塩で食うやっこです。そうしただけで美味しいけどね。塩で食うやっこ、はい、これをやっていきたいと思います。楽しみだ。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあネギ塩ややこを作る上で一番大事なのは、はい、ネギです。はい、はい、ネギを小口切りしてください。小口切り、薄々ね、うん、薄々。これが小口切りなんですね。勉強になるチャンネルだな。はい、できました。このボウルに移しましょう。この小口切りしたネギは、いい感じです。はい、じゃあこれね、水入れとくんよ。辛みが好きな人はそのままやってもいいんだけど、ちょっとね、辛み抜いた方が俺はやっことして美味しいと思うから、うん、もう本当に、でもこれ本当に数分でいいの。その間に、ここにじゃあ昆布茶ですね、小さじ半分ね、うん、しらすに入れてほしいんです。こんなもんだ。こんなもんですね。はい、こんなもん入れてください。小さじ半分、小さじ半分、昆布茶。はい、これこれ、うん、もう手ですくって、絞って、うん、絞って入れていいですか。ほう、このね、冷ややっこの食べ方ね、冷ややっこ、うん、マジうまいから。はい、はい、じゃあですね、これをもう包丁とかいらんので、うん、じゃあこれ混ぜといてもらっていいですか。形状ぐらい一緒のやつにしない。だって、変わらんから。まあね、うん、いやそれはそうなんだ、機能は。そうなんです。いいですね。昆布茶よく溶けましたか。溶けましたね。はい、じゃあもう器に持ってきます。開けて、うん、ここにパカンとプチンプリンして。はい、これビーって開けるのめっちゃむずいよね。むずい、ね、あ、よっきー、うまいね。俺の場合ね、溜まった豆腐汁があんま好きじゃないから、うん、豆腐汁切っちゃう。はい、で、ここに最初海苔でした。パラパラっと、パラパラ、あ、いいっすね。で、これ海苔の香りがもう海苔なんですよ。そしてラスも海だけど、うん、そしてはい、ここに乗せていくわけです。はい、いいね、モリモリだね。薬味がどんだけ乗ってるかで美味しさ決まるから、うん、何乗っけても美味しいからね。そう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 。うん、はい、そしたらこれで、しねぎ塩やっこ完成ではないんです。おお、これだったらさ、普通じゃん。はい、はい、まあ、大さじ1杯。いやー、いいね。で、まあ、熱々にします。はい、そうするとですね、煙がちょっと出てくるんですね、うん、これ、煙が出てくると温まった証拠、はいはい、温まった証拠なんで、このね、熱したごま油、ネギにかけます。これ何の効果があるかっていうと、熱い油をネギにかけることによってネギに甘みが増して、はい、で、あとパチパチっと、この熱が入ることによって香りが増します。はい、じゃあいきますよ。うわ、最高だぜ。おお、ということで究極の冷ややっこの完成です。はい、ということでできましたので、居酒屋リュウジ、酒
3軒目ここに来てよかった。じゃあ食べていただきます。はい、いただきます。くぅ、ここはね、店主も飲む居酒屋なんですよ。最高ですね、それね。昆布茶で味付けはちょっとついてるんだけど、さらにね、ひとつまみちょっとの塩、お塩するんですね。まあ、これが酒飲みとたしなみ。はい、じゃあ取り分けますので。お願いします。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。しら、ネギしらすと一緒に食って。冷ややっこって聞いたからさ、うん、単純に冷菜だと思ったんだけど、うん、さっき熱々になったごま油のちょっと温菜、うん、ちょっとね、うん、ちょっと人肌になってるでしょ。そう、うん、めちゃめちゃ冷たいわけじゃない、うん、それに当たったしらすがちょっとちりめんみたいになって、なんかね、香ばしいの、しらすがお魚の香ばしさ出てるの。出てるでしょ。めっちゃいい。でも、オンじゃないんだよね、オンじゃない。そう、なんですよ。こんな簡単純作業なんだけど、一品感出てるでしょ、居酒屋。これ、うん、この食べ方超好きよ俺。冷蔵庫にお豆腐しかないわ、それと薬味しかないわみたいな時にこれ出されたら男女共に惚れるね。使うじゃん。もちろん。おい全然あんちゃんのこととか言わずに使うよ。気取らずでもえってなるぐらいのなんか素敵さ。ズボラ的な作り方だけど、うん、品がいい。いや、そうよね。ちょっと小料理屋でちょっと出てきてもおおってなる、うん、今小料理感覚なんですけど、まあ、これ、まあ、今僕らハイボール飲んでるじゃないですか、うん、最適化させたいとなると、うんうん、これは別に今焼酎でも何でもいけるんですよ。これはもう一つのことだとこれじゃないかなと。ブラックペッパーをもう絶対にこれ俺合うと思うんですよ。ちょっとやんちゃさも出たね。うん、やだ、うん、あらやだ、昔やんちゃしてた感じ。ちょっと日焼けしちゃった。ちょっと出てきたね。ちょっと日焼けしちゃったよ。3回目のデートで出てきちゃった。あーやだーあんなになんか品があると思ってたんだけど、読書しかしないと思ってたのに、うん、結構聞くのは洋楽のヒップホップだった。やんちゃのイメージが昔すぎるエミネム、うん、エミネムだった。違う違う、昔すぎる。ロタートルネックで本読んでたのに聴いてる音楽エミネムだった。怖すぎ。あ、でもそんな感じでしょ、うん、うまい。めっちゃ美味しい。上品さを保ちたいけどもうちょっと冒険したいなと思う。そうだね。時は柚子胡椒ですよ。いいね、うん、結局なんかもう俺らのテンション上がるこれそういうのでいいのよ。で、食感とかもしらす、海苔、豆腐のとこにシャッキリ感が残ってるネギがあるのが、ね、いいのよ。これネギまでしっかり火通しちゃうと、うん、全部ね、ふにゃふにゃってなっちゃうから。なっちゃうね。ネギが生っぽいのがまたいい。だから油をかけるが一番いい、うん、やっぱ酒飲みはやっぱ絶対やった方がいい。絶対にテンション上がる。じゃあこれで飲んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。最高でした。お蕎麦屋さんのざるそばについてくるネギの切り方が棒ちぎりね。それ、それ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 、うんうん、お蕎麦屋さんとかうちの出前でしか食べたことない。小さい時ね、かっこよかったおじいちゃんが今すごいおじいちゃんだっててびっくりしちゃって悲しくなっちゃった。うちらあそこの蕎麦しか食べない。そうだね、うん、あそこが基本になってるから。なってるなってる。美味しいけどね。はい、できました。